福田村事件は、1923年9月6日、関東大震災後の混乱及び流言飛行が生み出した社会不安の中で、香川県からの薬の行商団15名が、千葉県東葛飾郡福田村三津堀で、地元の自警団に暴行され、9名が殺害された事件である。百二十三年三月に、香川県を出発していた売薬行商団人は、 関西から各地をめぐって、群馬を経て8月に、千葉に入っていた。9月1日の関東大震災直後、4日には、千葉県にも戒厳令が敷かれ、同時に、官民一体となって、朝鮮人などを取り締まるために自警団が組織、強化され、村中を警戒していた。柏市によれば、自警団を組織して警戒して,戒していた、福田村を男女15人の集団が通過しようとした。 自警団の人々は彼らを止めて手術尋ねるが、はっきりせず、警察署に連絡する。ことあらばと待ち構えていたとしか考えられないという状況だった。関東大震災発生から5日後の1923年9月6日の昼頃に、千葉県東葛飾郡福田村三津堀の利根川沿いに生き残った被害者の証言休憩していた。 行商団の周りを興奮状態の時刑団200人ぐらいが囲んで、言葉がおかしい、朝鮮人ではないか、などと次々と言葉を浴びせていた。福田村村長らが日本人ではないかと言っても群衆は聞かず、なかなか収まらないので駐在の巡査が本所に問い合わせに行った。この直後に惨劇が起こり、現場にいた旧福田村住人の証言によれば、もう大混乱で、誰が、 犯行に及んだかはわからない。めちゃめちゃな状態であった。生き残った行商団員の手記によれば、棒や飛び口を頭へぶち込んだ、銃声が二発聞こえ、万歳の声が上がりました。駐在の巡査が本書の部長と共に戻って、事態を止めた時には、すでに十五名中、子供三人を含めて九名の命が絶たれており、その遺体は、利根川に流されてしまい遺骨も残っていない。 駆けつけた本所の警察部長が、鉄の針金や太縄で縛られていた、行商団員や川に投げ込まれていた、行商団員を、殺すことはならん。わしが保証するから任せてくれと説得したことで、かろうじて6人の行商団員が生き残った。香川県三豊郡の薬売り行商人15名。うち犠牲者は、妊婦や2歳、4歳、6歳の幼児を含む9名。されたのは、 福田村の時警団員4名及び隣接する田中村の時警団員4名。氏名は以下の通り。増田米ベ鈴木岩五郎岡田光一田中朝吉木村熊治、横千川朝吉松田義太郎万巻、江門以上の8名が総乗殺人材に問われたが、被告人らは、郷土を朝鮮人から守った俺は、有国の志士であり、国が、 自刑団を作れと命令し、その結果誤って殺したのだなどと主張しており、また、当時の予診検事は、裁判の前から、量刑は考慮すると新聞に語っていた。他方、彼らが検挙された頃、田中村の会議で4名の被告に、見舞金の名目で、弁護費用を出すことを決め、村の括弧から均等に徴収している。判決は、田中村の1名のみ、懲役2年。 執行猶予3年の第二審判決を受け入れたが、あとの7名には、大審院で、懲役3年から10年の実刑判決が出された。しかし、受刑者全員が、確定判決から2年5ヶ月後、昭和天皇即位による恩赦で釈放された。事件の中心人物は出所後村長となり、市町村合併後は、野田市議となった都市国新聞は報じているが、事実5人に基づく。 ご情報で、歴代村長は、上記の使命と一致していない。事件の詳細は今なお明らかではないが、行商団一行の話す方言が、千葉県の人には聞き慣れずほとんど理解できなかった、千葉県の人との意思疎通の際に話す、標準語も発音に、鉛があり流暢でなかったなどを理由に、朝鮮人とみなされ、一連の事件が起こったと言われている。当時22歳で生き残った、 行商団員が残した手記や、当時14歳の行商団員の証言でも、地元の先導との言い,い争いの中で、どうも、お前の言葉は変だ、朝鮮人と違うのかと言われて時警団が集まってきたことは間違いないようだ。その背景には、事件の4年前、1919年に3.1、運動など朝鮮の独立を求める運動が盛り上がったことがあり、 朝鮮人は大日本帝国の言うことを聞かない、不定の輩として、日本全土で官民による差別や弾圧が強まっていた。また、戦後、法務省が観光した関東大震災と治安解雇では、数百名の村民はたちまち武器を手にして、殺到し、売薬行商団を包囲し、朝鮮人を撃ち殺せと、喧嘩まびすし、行商団員が、百方言葉を尽くして、 日本人であると弁解したにもかかわらず、平成を失った群衆は、荒縄で縛り上げ、飛び口、棍棒を振って、大田暴行し、ついには、トネ川に投げ込んでしまえと土豪死などと描写されている。さらに、関東大震災の当日、翌日には、関東各地の警察が、朝鮮人に気をつけよ、野衆があるなどと菅の側から、流言飛行を撒き散らしたとされる結果、 福田村周辺の時警団も異常な事態に興奮状態にあった。当時の防犯ポスターには怪しい行商人を見たら警察へ連絡せよ、千葉県警と書かれているものもあり、貧しそうな行商人に対する別紙や差別の構造もあったと考えられる。虐殺に走った時警団員の中にどうせどこから来たのかもしれぬ行商人ではないかという意識が働いた者もいたで、あろう。 戦後もずっと事件は闇に葬られていたが、1979年に事件の遺族らから千葉県における関東大震災と朝鮮人犠牲者追悼実行委員会などに連絡があり、事件の現地調査が始められた。1983年には平方知恵子から香川県歴史教育者協議会の石井陽台に情報が伝えられ、 共同調査や香川県での聞き取り調査が進んでいき、1980年代後半から、やっと新聞などでも取り上げられるようになった。2000年3月には、香川県で千葉福田村事件真相調査会が設立され、同年7月には千葉県福田村事件を心に刻む会が設立された。福田村事件を心に刻む会の設立総会では、 事件当時5歳で戦後に福田村村長になった新村勝ツが個人としてですが被害に遭われた香川の方々に心からお詫び申し上げます。事件の真相究明は今を生きる私たちの役目。地元の一人として最大限の努力をしたいと声を震わせながら語った。2000年7月に野田市で福田村事件を心に刻む会が設立され、 2003年には犠牲者の追悼慰霊碑が野田一蔵津堀の遠服時境台に混流された。2000年9月には福田村事件犠牲者追悼式が現地で行われ、2001年には福田村事件追悼非混流基金の募集が始まり、2003年には犠牲者の追悼慰霊碑が野田一蔵津堀の遠服時境台に混流された。ただ、追悼慰霊碑には 被害者の名前は刻まれているが、被害者らがなぜ殺されたかがわかる説明は書かれていない。2014年、フォーク歌手の中川五郎は、この事件をテーマに24分の作品を作った。両、道子、京信子、中川五郎、末森永久の座談回収、言葉の退治たちに向けて、同調から共感へ、の、黒く CD に収録し、2017年には、ライブアルバム、 どうぞ裸になってくださいに収録した。ありがとうございます。